平野紫仕様、高級ブランドアンバサダー内定か。疑問符経済効果と社会貢献、その一挙手一投足。元、キング、リンチェプリンス、メンバーで現在、東米、飛べ、所属している平野紫仕様が9月18日にインスタグラムを更新更新。高級ブランド、ルイ・ヴィトン、のアンバサダーに内定したと匂わせる投稿を行い。 ファンからは歓喜の声が上がっている。本校では、平野仕様の最新の活動とその経済効果、そして社会貢献について詳しく探求していきます。平野仕様の高級ブランドアンバサダー内定の兆し、平野仕様の最新のインスタグラム投稿が話題となっています。 その投稿には、高級ブランド、ルイ・ヴィトンの秋冬メンズコレクションで統一したコーディネートを着用した写真が含まれていました。平夜はショートスリーブデニムワークウェアシャツ、デニムカーペンターショーツ、モノグラムフラワーストッパーコットンフーディなど、高級ブランドのアイテムを身につけており、その合計額は驚くべき93万円を超えています。 この投稿を見たファンたちが同じ商品を手に入れようと試みた結果、公式サイトでは一時的にページが見つかりませんと表示されるほどのアクセスが殺到しました。この現象は平野紫耀が持つ広告効果を示すものでしょう。平野紫耀、ファッション誌 L ジャパンの特集記事に登場。 さらに、9月28日に発売されたファッション誌、l ルジャパンでは、ヒラ塩特別版と題した特集記事が掲載されることが発表されました。この特集記事は予約サイトで受付が開始されると、ほぼ即座に完売状態となりました。記事内では、ヒラ塩が憧れていたブランドであるルイ・ヴィトンの最新のコレクションを着用していることも明らかにされ、 彼がアンバサダーに就任した可能性が高いとされています。高級ブランドアンバサダーになる可能性が高まる。芸能ライターによれば、平野紫耀がルイ・ヴィトンの最新コレクションを着用していることは、まだ公には発表されていないものの、アンバサダーに就任した可能性が非常に高いとのこと。その宣伝されたスタイルと高級ブランドとの結びつきから、 彼が高級ブランドのアンバサダーとして選ばれる可能性が高まっているようです。エルメスもアンバサダーにさらに、インスタグラムに9月19日に投稿された写真では、平野市用が高級ブランド、エルメスの冬用コートを着用した姿を公開しました。これにより、ルイ・リトンだけでなく、エルメスもアンバサダーに就任した可能性が匂われています。 彼のファッションセンスと高級ブランドとの結びつきは広告代理店やファッションブランドにとって魅力的な要素と言えるでしょう。社会貢献においても一役買う平野仕様。平野仕様はファンの注目を浴びるだけでなく社会貢献にも貢献しています。彼のインスタグラムに投稿された写真で彼はカフェでレモネードを飲んでいる様子を披露しました。 この投稿がきっかけとなり、多くのファンがレモネードを購入し、8月1日に発売されたファミリーマートのみんなのレモネードが急激に売れました。実はこの商品は、小児がん啓発を行う団体、一般社団法人みんなのレモネードの会とのコラボレーションによって生まれたもので、売り上げの一部が小児がん患者の子供たちを支援するために寄付されるシステムとなっています。 ヒラノシの投稿が社会的な支援につながり、多くの人々が感銘を受けました。その結果、彼の投稿は社会貢献として高く評価され、一人24時間テレビ状態、とまで言われています。ヒラノシは今や広告起用したいタレントの一人として最も注目されています。 彼の高級ブランドとの結びつきや宣伝されたスタイルは多くのファンや広告代理店に魅力的に映っており、彼のインフルエンスは社会貢献にまで及んでいます。今後も彼の活躍に注目が集まりそうです。